全くもってしつこいな、加山さんは。ねえねえ、何か一つぐらいあるでしょ、悩みが。いや、俺には悩みはない、一つもない。そんな、例えば最近寝てないとか、そうだ、成績がもっと良くなりたいとか、毎日爆睡だし、俺が本気になったらいつでも100点を取れるから気にしねえ。さすが竹を割ったような性格だな。あ、強いて言えば、何があるの？もっと強くなりたいとか？俺は女子にモテたい。はい、もう一回言ってみて。なんだかんだで主人公のハヤトは人気があるし、飽きたらなぜかわからんが女子にモテる。なぜ俺がモテないんだ？いや人気だと思うよ。まあ貫くんは男子の方に人気があるかもね。全くもって理解ができねえ。悩みがあるならこれしかねえ。分かったよ貫くん。それじゃあ僕が貫くんがモテる男になるように催眠術をかけてあげよう。やめとけ、貫き。け。あ、秋田くん。それは以前、加山さんに催眠術を受けて、ひどい目に遭ったことがある。秋田、お前、俺がモテモテになるのが怖いんだろう。そうですよ。邪魔しないでください。あれから少しは上達したんですから。多分好きにしろ。ただし忠告はしたからな。くっ、カッコつけちゃって。さっさと催眠術をかけてくれ、加山さん。あなたはだんだん眠くなる。モテる男貫きになる。日本一モテる男になる。あなたはだんだん眠くなる。なんだか眠くてしょうがない。目が覚めたらきっと俺はモテモテだ。おやすみ。貫き、貫き、起きてよ貫き。起きて。あれ、ここはよかった。貫き、何度も声をかけたのに起きないから心配してたんだ。よかった、加山さんも心配していたぞ。いやー、よかった、本当によかった。貴重な進化量のドライバーである貫き君を催眠術で一生を眠らせてしまったかと思ったよ。貫き、何言ってんだ。ほら、野原しんのすけ5歳。あれ、ミサイは、ひまわりは、貫き、何をふざけている。おー、風間くん、あいつはどうまたげないんだから。ふぅー、俺が風間くん。わー、本物だ。貫きが本物の野原しんのすけになってるよ。僕は早く仕事に戻らなきゃ。じゃねー。どうしたの、みんな変な顔して集まって。おー、かわいいお姉さん、お茶でもどう。気持ちが悪いね。B7 さん、変よ。やだな、お姉さん。動作の踊りとか気づかけ歩きをご所望でした。それじゃあお言葉に甘えて。これで一生リカちゃんの口聞いてもらえないの。お褒めどころ
進行、夏の進行。きっと女心は複雑、出発進行の意味だよね。やっぱりしんちゃんが乗り移ってる。今リカちゃんが真っ青な顔をして走っていきましたが、どうしたのです？あー、ミク貫きが大変なんだ。カヤマさんの催眠術にかかっちゃって。おー、これはまた青い髪の綺麗なお姉さん。オラの好きなアクション仮面も一緒に見ようよ。お断りします。なんでなんで、ミク綺麗じゃねえか。正気に戻りましたか？クレヨンしんちゃんが取り付いていたようなので、お祓いをしました。ミクのおかげで正気に戻ったようだ。そうだね、つらむき、リカちゃんに土下座で謝った方がいいよ。カヤマさんはリカちゃんに許してもらえたのでしょうか。催眠術にはこりごり、あわり。